にゃーにゃーん、どうもこんにちは、シュン TBC のシュンです。今回も体験版を楽しもうシリーズ、猫ともスマイルマシマシやっていきたいと思います。パート3ってことで、今回体験版を楽しもうシリーズですね。仲いいんでしょうかということで、今回もタイトル画面からになります。では、また続きからやっていきましょう。続きからさあね、お、さあさあさあ、前回のパートでね、ネヒュンってね、名前つけたんですけど、さあ、今回何しようかなって感じなんですけど、まあ、エピソードね、進めましょう。てか、どこまで竹馬焼けるんでしょうね。お。またまた？はじめまして。お？またまた？またまた？おお、どうした？え、あ、だからね、ネッション言ったんじゃないか。また岩から猫の鳴き声がします。にゃにゃにゃお、お庭を見に行ってみましょう。ははーい、勝手に行かされるんだね。うん、おー見ると庭の隅っこに一匹猫がいます。興味深そうにあなたを見ています。あの子も時計をつけていますね。あ、ほんとだ。お、近づいてきましたね。こっちに近づいてきました。おっと？あの子、同じおしゃべり猫だと思うのよ。どうしたね、シュン。なんだって？あの、こんにちはです。あ、こんにちは。不思議です。猫の、え？猫の子たちが話せるのは何か訳があるのでしょうか。怖いですね。こんにちは。やーっていう選択で自分使わないよ。あれ、どうした？どうも、はじめましてです。どうした？ネシュン、なんか。ネシュンは、ネシュン、お名前は？なに、ネシュン、え？ネシュンちゃんは大きな声を出して、ちょっと警戒してみ、縄張り争いかい？うん、お名前、あの、一応、まあ、一応、あの、シュネコって、その時、ぐーっと音が鳴りました。あれ？この音は、お腹が空いているんでしょうか？うん、ぐーって、お名前？ネシュン、着替えます。ブブ。違うです。うん。お名前、ないです。欲しいです。待って。ハモったよ。お名前欲しい。この子はあなたに名前をつけてほしいみたいです。じゃあつけましょうか。じゃあつけましょう。はい、シュネコです。シュネコ。おお、ちゃんと、うん、ちゃんとこっちはイントネーション、いや、イントネーション問題。うん、シュネコちゃんね、シュネコちゃん。うん。なんかなんか、どっかのスーパーみたいな名前だね。シュネコ、嬉しいです。うん、よかったよかった。ギマと、23日後ぐらいに、解明です。解明です。ちなみにと、どっちもなんか、似たような感じの付け方なんだ。ネシュンも、名前も、シュさんが付けてくれた。だからもう、ネシュンは猫プラスネシュンで、シュネコは、シュンプラス猫なんです。一緒のこと言ってますね。シュンちゃんはシュネコちゃんのことちょっと気に入らないみたい。おっと、喧嘩ですか？早速。ね、シュンちゃんもいいお名前ですね。めっちゃ優しいやん。ね、名前を褒めて、ね、シュンちゃんはちょっと嬉しそうに尻尾を立てました。でも首をブンブン振ってまたあなたの後ろに隠れてしまいました。わ、隠れた。喧嘩続く？どうした？ここはね、シュンのお家だよ。待って。違うよ。あなたの後ろに隠れているのに、胸を張りながら、シャーシャー言ってます。お？シュネコちゃんは少しうつむいた後、何かを決心したみたいに顔を開けて言いました。おっと、待って、喧嘩にならない。大丈夫？
もう、エイト君、びっくりしてるやん。もう、お腹空いてるしね、ご飯を食べさせてあげよう。あ、またこの音です。ね、しゅんちゃんも、音に気づいたみたい。この音。うん、この音。そうやね、恥ずかしいね。お腹ペコペコ。お腹ペコペコ、あの、お腹空いたと。はい、ずっとご飯食べられなくて。猫社会も大変だね。ね、しゅんちゃんは少し悩んだような顔をしてからあなたを見上げました。しゅんさん、とりあえず何か食べさせてあげよう。おっと、ねしゅん。ねしゅん、いいのかい。え、じゃあご飯食べよっか。ありがとうございます。ね、礼儀正しいね。何かシュネコちゃんに食べさせてあげましょう。お腹がとっても空いてるみたいですから。何、あなたと猫たちはチーム、ルームメイトになりました。お、何ルームメイト、何どういうこと、ルームメイトになりました。あ、時間が過ぎました。ピコパコン3でございます。お、加速レベルアップ。あ、3になりましたね。3ですって。ご飯を作ってあげましょう。それではご飯を押してみますね。勝手に押されます。お、作りたいご飯を選んで作ってあげることができます。それでは猫まんま選んでみますね。勝手に押されます。ご注意ください。お、なに、にゃんにゃんクッキング。え、順番にご飯ボタンを押して混ぜましょう。え、なに、待て、いきなり入ったんや。え、 BBXAA で A B B Y X A を混ぜてますね。 X X Y Y A A B B 3 2、おー、クリアかい。完成、猫マンマ1000点。猫バッシングだ。猫マンマ、不器用でも簡単に作れる一品。あー、あげよう。はい、あげましょう。はい、あげましょう。いただきます。はい、いただきます。はい、食べましょうね。あー、ちょっと待って、ちゃんとスプーン使うんだね。待って、使うんだね、スプーン。そう、で、え、猫ってスプーン使うっけ。違うよね。ごちそうさま。お腹増えました。おー、半分。この猫たちはとある事情で普通の猫より多くのものが食べられます。なんでですか。実際の猫にご飯あげといて、気をつけてください。そうですね。なんか、確かチョコレートあかんかったような感じですけどね。美味しかった。いや、違うか、それだけ美味しかった。美味しかった。あ。お、来たよ。あ、なんだ、まだ隠れたよ。ちょっと、ねしん。ねしんちゃんは、しゅねこちゃんを見て、逃げていってしまいました。あ。何ですか。ご飯いっぱい食べました、うん、もうお腹パンパンです。うん、パンパンね。あの、うん、こういうお腹いっぱいの時なんて言ったらいいですか。お腹いっぱいって言ったらいいんじゃないの。教えてあげる。お腹いっぱいしました。なんか何伸ばしたんだろうね。うん、みんな使ってる。まあ本当はまあ お腹いっぱいなんて、なんかね、伸ばしました。まあ知らんけど、まあみんな使ってるんじゃないの。みんなお腹いっぱいで使ってるんですね。多分そうだと思うよ。みんな使ってるなら、お腹いっぱいです。お腹いっぱいです。そうやね、あの、シュネコです。お腹がいっぱいになったの、初めて。言ったよ、お腹がいっぱい。お腹いっぱい、お腹がシクシクじゃない感じが伝わるですね。そうですね。そうですね。シュさん、教えてくれてありがとうです。よかった、よかった。お、行き、エピソード1。ご飯を作れるようになりました。猫たちに食べさせてあげましょう。セーブ中です。
セーブが終わりましたってことで、今回のパート3は T がいいので、こんなところで終わろうかなと思いますので、猫がね、2匹に増えましたってことで、次回何が起きるんでしょうかってことで、今回のパートはこんな感じで終わりたいと思いますので、ありがとうございました。にゃーにゃんから始まる動画へようこそ。にゃーにゃん挨拶して、にゃーにゃんって声出すよ。にゃーにゃん出前も。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いしますってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。